本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内はマダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな、鳴らすまで少々時間がかかった。まあそれも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。てめえらの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその奴は本物か見せてもらうか。無限つくやのこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。さらに一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだ。ルパン、うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は5ヶ月は超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。これを相手にするにはまだ足りん。お前の犠牲が人類の幸せにつながる。このまま眠るがいい。目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ己の道を。そして再び歩むのだ。いくら粘り立ち上がろうと結果は変わらん。決めるぜ。遅い。この感じ。ゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。サンキュー。出番終了。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのような奴と。
もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえら、ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ！おう！になるのなら、俺たちはそれを排除するだけだ。いや、運によってだ。ナルト、向こうの方は大丈夫なんだ。まだらは強い。でもなんとかビーノちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。準備しては随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。借り物のメッキが剥がれるのも時間の問題だ。カーボン、はい。かつての仲間であっても敵であるなら倒さねばならん。ウェロー戦車ヒルトラー。壁として立ちはだかるなら、俺は獣となってその壁を壊すだけだ。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。あ、撃て。この世界がな。うわっ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、ありがとう。